わしが説明しよう。博士、またたびムービーラボとは、またたびを摂取した猫のような動画をコンセプトに制作しているムービー集のことじゃ。主にわしの横にいるこの猫のような生き物が主役として出ているのじゃが、この猫がまたすぐ爆発するせいで、最近は動画のコメントにまた爆発ですねとか書かれてとっても困ってる。博士、それじゃそろそろ始めよ。じゃ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 。皆様、本日は結婚式にお集まりいただき誠にありがとうございます。司会は私、カラメルが務めさせていただきます。いやー、あいつがついに結婚か。いや、なんか感慨深いな。それでは後ろをご覧ください。新郎新婦の入場です。大きな拍手を。うわー、いやー、どんな晴れ姿で来てくれるのかな。え、今なんかおっさんみたいのいなかった？今え、なにおっさんいたよね。誰、あの新郎の横にいたやつ誰？あれ、大変申し訳ありません。ただいま新郎新婦入場で新婦違いが起きてしまったようです。新婦違い？何それ？え、あ、新郎新婦の新婦って、あ、神に仕えてる方の新婦さんが出てきちゃったんだ。すごい。何新婦違いって、そんで初めて聞いたわその言葉。では改めて新郎新婦の入場です。あれ、新郎一人？あれ、なんか一人じゃね？あ、後ろにいんの、お前。ちょ、なんで縦並びで来ちゃったの？お前、横並びで来いよ。なんで縦並びで来たの？ドラゴンクエストみたいになっちゃってる。後ろに棺もあんじゃん。いよいよドラゴンクエストみたいになっちゃってるじゃん。誰だ、誰が死んだやつ。ふざけんな、なんで結婚式で死んだやついいんだよ、お前。それでは、お二人が揃ったところで、まずは、新郎様から一言お言葉をいただきたいと思います。すごい、死んだやつ無視だ。すごい、このまま行くんだ。すごい、あ、新郎がなんか喋んのかな？ちょっと静かにしとこう。僕と結婚してください。まだそのくだりやってなかったのかよ。まあ、みんなそんなに泣くなよ。俺たちの先生は卒業するけど、見送りするときはみんなで笑顔でいるぞ、このバカ。見送りするときに俺にいい考えがある。先生が電車で行っちゃうときに、このパネルを持って先生にメッセージを伝えるんだ。先生、ありがとう、ありがとう。これなら先生絶対喜ぶぞ。やあ、やばい、もう電車出る時間だ。じゃあパネル持ってみんなで先生とか行こう。ちょっとちょっと、そのパネルには並び順が。先生、先生、先が合う長鳥、先が合う長鳥、では続いてブーケトスを行いたいと思います。ブーケトス、ブーケトスってそんな、こう今やるやつだっけ、それ。なんか手順がおかしくないのか。え、もう今やんだっけ、もう室内でやんだっけ。もうではブーケトスをお願いします。いやー、すごいすごい、すごいテンション。すごい、ハンマー投げ世界大会みたいなテンションでいくね。お、あ、すごい、ハンマー投げ世界大会みたいなテンションでいくから、これ天井になんか引っかかっちゃったよ、これ。ね、どうすんの、あれ。なんか演技すごい悪くない？演技が。見事、ブーケをキャッチした方には幸せが訪れると言われております。いや、状況見て、状況。今、天井にさ、これ引っかかっちゃってるんだから。その台本なんだろうけどさ、ちょっと今じゃないでしょ、それ読むの。ちょっと、どうすんの、あれ、本当に。では、次に参りたいと思います。あ、もうあのブーケのあれはもういいんだ。あれ、あれもう天井のままでいいんだ。あれも誰にも幸せが訪れないけど、あれ、あれだと、まあまあ、いいのかな。続いて、友人の方から挨拶をいただきたく思います。友人挨拶ね。オッケーオッケー。新郎の友人代表、ラボザウンポポマロチ様からのお言葉をいただきたいと思います。何様？何様っつった？
ウンババハラリースター何言ってか全然わかんないよ。何なんつってんの、これどこつながりの友達これ、ね、すげえな人脈が。なんでこいつの挨拶をさトップバッターに持ってきちゃったの、これ全然何言ってかわかんない。興奮したけど全然何言ってかわかんない。本当に何言ってかわかんないけど、なんか進路しくしく泣いてる、なんか進路しくしく泣いてるから、こんだけいいこと言ってんだろうな、これ何言ってんだこいつ、全然わかんないわ。リリーババンガエッサイル、ありがとうございました。よく今のが終わりってわかったな。またたびも、5 4 3 2 1、ファイヤー。よしよしよし、初めての言葉はパパかしらママかしら。またたびもビラボーなことある。それでは続いてケーキ入刀に移りたいと思います。新郎新婦の初めての共同作業お願いします。お前がやっちゃった。シャシャるな、お前、人の挙式で。フンババ族は刀を見ると興奮してしまうそうです。何その解説。やめろ、お前も解説してない。止めろ、お前も。では、いよいよお待ちかね。誓いの言葉のお時間です。あ、誓いの言葉、見どころ。よし。では、誓いの言葉、始めます。しれっと出てきたな、お前。さっきもいたのに。あなたは、永遠の愛、誓いますか？誓います。お前、出しゃばんな、さっきから。お前の結婚式じゃねえんだからさ、誰なんだ、お前、結局お前は。よろしい。よろしいんだ。何でもありだな、じゃあ。では、あなたも永遠の愛を誓いますか？誓います。言わせたろ、今のは。言わせんな、お前。こいつに言わせんなよ。こいつ待ちをしただろ、今、お前ら。ダメだろ。では、二人の気持ちが一つになったところで。一つになったか？誓いのキスを。あ、誓いのキス。あ。お前かー。夢のようなひとときもいつか終わりが来るかな。だけどまた会える、そんな気持ちでそっという日に手を振った。すごいいいこと言ってみたけど、そろそろ限界だ。またたびクイーンズ。このコーナーではクイズを出題するよ。みんなもクイズに答えてみよう。クイズ。パンチとキックどっちが強い？あ、あといつも通りチャンネル登録してない人はチャンネル登録してね。次回もまた見てね。